こんにちは、ゴミヨッシです。もう最近コロナウイルス、すごい猛威を振るってます。オーバーシュートやらなければいいと思ってます。まあ、釣りにもちょっと行けてないので、今日は、こういうのをダイソーで買ってきました。穴埋めウッドパテ。ちょっとよくわからなかったので、色合いがよくわかんなかったので、2色、買ってきて、ちょっと混ぜたいなと思って、出ます。なんか使うのをですね、それとですね、このパテが埋め終わって乾いたら、こういうヤスリ、紙ヤスリですね。僕は、400番の買ってきました。ちょっとサラサラな感じですね。これで、コルクのロットのですね、コルク埋めしたいと思います。ロットのコルク埋め、するんですけど、僕が使ってる竿、コルクのグリップのやつがですね、3本あります。もう昔から使ってる、もう20年以上使ってますけど、僕が大好きな、今は売ってないんですけど、ダイコーですね、ダイコーブルーダー、今、中古でしか手に入りませんけど、ダイコーブルーダーのライト。60ライト。もうコルクの目がですね、結構、穴が開いちゃってます。ちょっとかわいそうなので、これと、あと小型のミノーとか、やるのによく使ってるんですけど、ですね。ノニーズの、ロードランナー。RR630MLS。これもやっぱコルクなんで、この辺コルクを埋めたいと思います。それと、あとまあ大好きな、テムジン。マジョーラカラー。これはまあスカイマスター。ザ・スカイマスター。64L ですね。これも、やっぱりこういったとこですね。ボコボコに穴開いちゃってるんで、やりたいと思います。で、その前に汚れを落とすためにちょっと洗わなきゃいけないので、ちょっと洗っていきたいと思います。で、洗ったらですね、陰干しで、しっかり乾かしてから、コルクの方を埋めたいと思います。よし、じゃあこれでこんな感じで、洗っていきます。まあ、軽くね、軽く汚れが落ちる程度に。軽くブラッシングしていきます。本当はウェットティッシュで、ポシポシしても多分十分落ちると思います。はい、洗ってよく拭いてきました。まあ汚れ、黒い汚れはだいぶ取れると思いますので、これをしっかり陰干して乾かしてからやりたいと思います。はい、じゃあ乾いたので、ここにマスキングテープも貼っていって、パテがつかないようにしていきたいと思います。例えばこういうところですね、こういうところに、パテが入り込まないようにマスキングテープをつけていきます。
この丸いところどうやってマスキングテープつけていいかちょっとコツを教えますね。まず平らなところに合わせてこれを留めます。でここを丸くしたい場合はこれもちょっとずつこうやって指でちょん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 と触りながらくっつけながらこうやって引っ張って右手をこうやって引っ張って丸くしていくのがいいと思います。まあ、これで意外と綺麗には止まっていくので、基本的にこの関係ないところがぐちゃぐちゃだろうが全然関係ないので、この縁が綺麗に収まるか、まあ、ここまで綺麗にやることはないんですけど、こういったことをしなきゃいけない場合にはこういうのを参考にしてもらったらいいと思います。そうするとこういうふうに結構綺麗になると思います。じゃあパテをやっていきたいと思います。これ2色買ってきたんですけど、まあ、コルクの色に合わせてちょっと混ぜて使おうと思ったんですけど、そうですね、そんなにコルクがなんかこれ乾くと白くなるっていう話を聞いたので、これ一色でいいかなってちょっと思ってます。でこの前ダイソーで見たらもう一段階濃いのが、このぐらい濃いのがあったんですけど、まあちょっとそこだとちょっとコルクのよりさらに合わないので、一旦これ一色でやっていきたいと思います。でちょっと開けてみますこんな感じ、チューブになってて、まあ、ヘラがついてます。じゃあ見て見て、こんな感じで蓋がされてます。あ、固っ。よいしょ。じゃあこれをどういうふうにつけていくかというと、指に出してこんな感じ、ニョキニョキニョキって出てくるので、これ指に出してちょっと結構歯磨き粉の乾いた感じのタイプですね。こういった穴に、もうこうやって埋めていっちゃいます。ペロンペロンペロン、ちょっと厚めに塗っていきたいと思います。よいしょ。結構あれですね、結構まとわりつく感じで感じですね。あ、これ一回塗ったところをもう一回触るとなんか粘着力で剥がれていっちゃいますね。これちょっと硬い、なんか変な感じ、うまくできるかなっていう感じで、ちょっと埋めていきたいと思います。なんか一回触ったところも触れないですね、うまく。よし、じゃあどんどんやっていきます。一応3本、塗り終わりました。だいたいこのチューブあともう1本分ぐらい残ってます。できた感じこんな感じですね。よいしょ。じゃあ3本見せちゃいますけど、こんな感じです。最後塗ったやつはこんな感じ。
じですね。こんな感じです。そしたら、一晩乾かしたいと思います。はい、あれから何日か、乾燥させましたので、これから取っていきたいと思います。よく見ると結構あれですね、もうボツ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 ってなっちゃってるんで、これ手でちょっと落としてみたいと思います。なんかあれですね、結構硬、コンクリートではないか、片栗粉が固まったような感じで、まあ、ポロポロっていう出っ張りは手でサクサクっていう風に落ちるんですけど、まあ、簡単にこうやってポロポロをボツボツを落としてから、ボツボツ落としてから、ちょっとヤスリで磨いていきたいと思います。では行きます。私は400番使ってます。ちょっとですね、コルクより少し浮き出たところだけを削っていくようなイメージで塗っていきます。ようやくリールガードのところまで行きました。ですね、なるべくやっぱりこれ厚く塗らない方がいいですね。厚く塗ると落とすのが大変。まあ多分塗った後にある程度これボコボコをこうやって手で反り落としておいた方がいいかもしれないですね。次からば塗っていこうと思います。あーで、こんな感じ結構綺麗に取れましたんで、ちょっと拭いてみたいと思います。拭いたらすごいわかるね。白いところ、こういうところは全部これ埋まってますね、きちんとね、綺麗にね。ここね、見えるかな、ここも確実に埋まってます。まあ、穴が開いてたところは基本的には綺麗に埋まってるんではないでしょうか。紙やすりめんどくさかったんで、濡れタオルでこうやって次の2本目取ってみました。そしたら濡れタオル十分バッチリ取れますね。濡れタオルの方が早い。ちょっと目の粗い濡れタオルで、まあ、ウェットティッシュで取っても大丈夫かもしれないですね。これ取ったら十分。あ、早っ。これめちゃくちゃ早いです。で、ちゃんとコルク、ここなんかわかると思うんですけど、しっかり埋まってますね。まあ優しくやってあげれば取れますね。しっかり取れた。うわ、
早い。紙やすり必要ないですね。じゃこれでもう一本やってみます。これだとコルク傷める必要、傷める心配全然ないですね。うわ、これヤスリの時間は何だったんだっていうぐらいめっちゃ早いです。結論はですね、ヤスリは必要ない。濡れ拭きで取ってください。ということで、3本一気に拭き取りました。これで、終わりたいと思います。よかったと思う人は、チャンネル登録グッドボタンお願いいたします。またコメントとかも募集しておりますので、よろしくお願いします。それではバイバーイ。紙やすり必要ない。